く寝てた人が多かったと思うんですね、今。綺麗だったんですね。次は、マウンテンダルシマを使ってパーソンズフェアっていう。最初はですね、ダルシマに興味を持つきっかけになったのはこっちのダルシマでして、アパラチアンマウンテンダルシマで、これをしばらくやってたら同じ名前で違うハンマドルシマってのあるけど、これ全然違う楽器じゃないで、どこが似てるの、音色がスイートだというところが似ているらしいんですね。楽器のルーツとしては全然違います。こちらはオーストリアのハープを、チタを起源とするもの。こちらはイランのサントゥールの起源ですね。起源が違う。